には横断歩道を使うようにっておまわりさんが言ってたから頑張ってきたけど、あれ車来てる。それも一台。通り過ぎてから行きましょうかね。車の運転手さん、横断歩道の手前で人が立っていましたよ。人が立っていたのは分かっていたんですけどね、渡ろうとしていなかったから行ってもいいかなって思って行ったんです。横断歩道を人が渡っていたり渡ろうとしていた時は、車やバイクの運転手は横断歩道の手前で必ず一時停止しなければなりません。これは運転マナー以前に法律で決められた運転手の義務となります。わかりました。これからは気をつけます。歩行者の方、横断歩道を横断するときは子供だけでなく大人も手を挙げて渡りましょう。大人も手を挙げるんですか？はい、子供だけでなく大人も手を挙げたり、ドライバーの方を見たりして渡るという意思表示をしてから渡ります。当然、右、左、右と見て安全を確認してから渡ってください。ドライバーを見るんですね。見ると言っても睨みつけてはいけませんよ。そうですね。止まってくれたドライバーに対してはお礼を言ったり会釈をするようにしてください。わかりました。右、左、右、ありがとうございます。